はい、それでは本日は一級建築施工管理士の学科試験平成26年問45番施工屋根防水改修工事について解説していきたいと思います。問題は番組タイトル下の説明欄に記載されておりますのでそちらからご覧ください。屋根防水改修工事に関する技術として最も適当なものはどれか1既存保護コンクリート層及び防水層を撤去しアスファルト保護防水絶縁工法を行うので撤去後の下地コンクリート面の2ミリ以上のひび割れは U カットしてポリウレタン系シーリング剤を重鎮した。 この問題はあっております。結構この1番から4番非常に難しいので全て絵に描いて説明しました。なので絵を見ればちょっと分かりやすい問題になるので細かく解説していきたいと思います。まずこの問題なんですけども下地コンクリート面にもしひび割れが起きたときですね回収工事を行う際にこのような防水槽であったり保護コンクリートをこのように撤去していくときにこの下地コンクリートにひびが入ってしまった場合の処理の方法です。 まずですねこの日々、えー、が2ミリ以上入った場合と2ミリ以下の場合では、えー、対処方法が違ってくるという流れになります、えー、2ミリ以上の場合になると U カットといってこのギザギザの部分をこう U の字にカットします U カットした後に、えー、ポリウレタン系シーリングを重置し,、えーまあ、していくという流れになりますそして2ミリ以の場合だと、えー、U カットもせずにそのゴ,ゴムアスファルト系シーリングを シール材を用いてそのまま終了という流れになります。なので、この保護コンクリート面が、あえー、すみません、下地コンクリート面が、もしひび入ったとき2ミリ以上、2ミリ未満、この2回2つのパターンがあるというのを覚えていただければと思います。で今回の問題に関しては、2ミリ以上になっているので、それで問題としても U カットをしてポリウレタン系シーリング材を重心したと書いてあるので、この問題は正解になります。それでは2番。 既存の保護コンクリート層を撤去し、既存アスファルト防水層の上にアスファルト保護防水密着工法を行うので、ルーフドレイン周辺の既存防水層は、ルーフドレイン端部から150ミリまで四角形に撤去した。えー、この問題は間違っています。結論から言うと、これは、えー、四角形に300ミリ程度で、えー、撤去をしたという流れになります。まずこの問題なんですけども、最初に既存の保護コンクリート層があって、これを撤去するという流れになります。ただ、えー、下の保護防水層は残すという、えー、工法になっております。 なので、この保護コンクリート層を撤去、そしてこの防水層を残して、ここに新しく貼っていくと、新しい防水層を貼っていくという流れになるんですけども、この防水層を残すんですが、このドレインからこの300ミリ程度のところまではカットしてくださいねという流れになります。カットして、ここに新しく新しい新規の防水層を貼っていってねという、このような規則になっております。 でですね、このように断面で張っていくんですけども、このようにへ、えー、上から見た図なんですけども、ここにドレインがあって、えー、四角形、えー、四方向に300ミリ程度、えー、全部カットするという流れになります。これが規定になっておるという流れになります。なので平場の既存の保護防水槽を残す工法の場合のこのルーフドレインの周囲の既存防水槽の処理というのは、この防水槽からドレインからこの防水槽まで四角形に300ミリ。 えー、切るというのののが、えー、本来の施工方法にななりますなのでこの問題に関しては150ミリと書いてあるので、えー、間違っています。それでは3番。既存の露出アスファルト防水層の上にアスファルト露出防水密着工法を行うので既存の砂付きルーフィングの表面は砂を可能な限り取り除き清掃後アスファルト系下地調整材を塗布した。この問題は正解です。このの、えー、砂付きアスフファルトルトーフィング剤っていうのもあ というもものがあるんですけどもその、えー、それの上にさらに、えー、塗っていいくという流れににになります、えー、その上にさらに防水をしていくという流れになります。その時にこの砂付きのルーフィングですね、上に砂がついているので、この防水槽の上に、これをできる限り可能な限り、まあ、既存の防水槽が負傷しないように、えー、取り除いていくという流れになります。そして取り除いた後に関しては、えー、このアスファルト系下地調整剤であったり、えー、アスファルト、えー、溶油アスファルトを塗布。 この上にしていくという流れになります。これが既存砂付きルーフィングの処理を行った後の防水層の新しいものの回収していく流れになるので、こちらも覚えておいていただければと思います。3番に関しては正解です。それでは4番。既存の保護コンクリート層の上にアスファルト露出,アスファルト露出防水絶縁工法を行う際、二重ドレインを設けないので、保護コンクリート層はルーフドレイン端部から500ミリ程度まで撤去した。この問題は正解です。 まず、えー、ですね、この2番の問題なんですけども、ここは保護コンクリートを撤去しました。今回の問題に関しては、保護コンクリートを撤去しないときの、えー、方法になりますで。この平場部の既存保護コンクリートを残す後方の場合のルーフドレイン周辺の既存防水層の処理になるんですけども、えー、これは結論から言うと500ミリ離すというのが正解です。先ほどは300ミリ離していたんですけども、今回は500ミリですね。この既存コンクリートを残す、えー、保護コンクリートを残す場合に関しては、えー、ここから、ちょっと分かりづらくてすみません。ここから、この斜辺の一番頂点ですね。 までは500ミリ程度撤去するという流れになります。なので、先ほどの300ミリバージョンが500ミリになったという,のいう流れになります。というのがこの施工方法ですね。なので、この周辺に関しては既存コンクリート、そして防水層、一緒に断面になってるんですけども、ここから500ミリ外はもう全部保護コンクリートになっていきますよということです。そして、今回20ドレインという言葉が出てきたんですけども、20ドレインというものは何かというと、既存ドレインにさらにドレインをかぶせているものを20ドレインと言います。なののでこの 緑のドレインに対してさらに、まあ、これ紫で書いたんですけど紫がこう覆いかぶさっているという状態になります、まあ、二重ドレインになった時に関してはこの新規の防水槽そして保護コンクリートも一緒にこうつけれることができるのでこのような500ミリ撤去しなくてもいい流れになりますなので二重ドレインをつけるときに関しては基本的にはこのような500ミリを撤去しなくてもいいのでそのままスッと貼り付けていけるという流れになります今回の問題に関してはこの二重ドレインを設けない方法になっているのであえて500ミリを 周り休みを撤去したという流れになりますなんでこの問題に関してはもし二重ドレインに関している場合に関してはこの 500mm 撤去しないでいいということになります4番に関しては正解です以上のことから今回は2番が間違っているので2番が答えとなります